大会まで残り5日です。コンディションね。なんじゃい。まあさらにちょっと薄くなったような感じ。いいね。はい、こんにちは、キトです。はい、ジェイもいるよね。はい、ジェイだよ。なっけ、メインのね、コンテストまで残り5日になります。絶賛ディプリート中です。うん、まあなんか今回の減量結構がっつりカーボを落としてね、前回のコンテスト前もそうだけど、ちょっとがっつりカーボを落として、結構調整したような感じかな、今回は。まあ辛いけど、辛いっていうか体がちょっとだるいかなぐらいかな。うん、一回座ると立ち上がるのだるいとか、そういうレベル。まあとりあえず前回のコンテストもね、なんとか優勝できて、もうねポージングをねとりあえず練習してる。ポージング、まあそこをねうまく改善できれば、あとは調整がねカチッとはまってくれれば、かなりいいコンディションでね当日迎えられると思うんで、まあ今はねそこに向けてちょっと準備って感じだね。コツコツね。ってことでいただきます。今日のご飯、じゃん、鮭とブロッコリーと、これは、アスパラです。いただきます。ちょっとまだ凍ってんな。うん、うん、でもうまい、うまいな。まあ基本今回のディプリートはなんか減量中にさ食べてたタンパク質だけを食べるぐらいの勢いでいるかな。だから鶏の胸肉、牛の赤身、まあ基本鮭、なるべく脂っぽいところは避けて食べるみたいな感じでやってる。うん、で今ディプリートが、まあ、前回のコンテストの前もずっとディプリートやってたんだけど、結局カーボを50から100以内で1週間ぐらいやったのかな、もうちょっとやったね。でそっから当日だけカーボ500取ったの。まあその日はハイカーボで、翌日からほぼゼロだね。ほぼゼロ。うん、まあそれでうまく体重もぐーっと落ちてきたから、まあ筋トレもできるしね、有酸素もやってるし、まあ、やれることは全部もうほぼ完璧にやってると思う。うん、コンディション作りに関しては結構きっちりやってる。もうねここまで食事制限してさ、量も減らしてさ、やってるとこのブロッコリーがさ、なんかすごい甘く感じるんだよね。めちゃくちゃ甘い。ブロッコリーうまいな、マジで。でもこの時期はね、もうほんと我慢比べだからね。ほんとにもうで、筋トレもいかに動けるか、しっかり動いて。で筋トレはね、やり出せばすごいこう元気になるんだよね、体が。最初の1種目目だけすっごいだるいの。2種目目ぐらいからもういつも通り、今まで通りというか、普通にパワーを出してね、ガンガン筋トレできるんだけどさ、最初がきついんだよね、こういうのね。うん、うまい。ちょっとね塩分濃いめなんだよね。今の期間はちょっと塩分濃いめの水を多めに取ってるって感じ。いや、コメントにもあったんだけどさ、減量終わったら何が食べたいか話してくださいっていうコメントあってさ、
よく考えるとさ、やっぱ分かんないんだよな、何が食べたいのか。でもパンと思い浮かぶのは、なんでか分かんないけど、やっぱりプロテインバーをめちゃくちゃ食いたい。なんでだろうね。なんか分かんないけど、プロテインバーをとりあえず、なんだ、もういっぱい食いたい。うん。あとはプロテインクッキーとかをいっぱい食いたい。まあ別にプロテインがなくても、チョコチップクッキーとか、ああいうちょっと分厚いさ、アメリカンクッキーっていうのかな、なんて言うんだろうな、ニューヨーククッキーっていうのかな、ああいうの食べたいね。あ、ケバブ食いたい。ケバブ、コテコテの肉の焼肉とかね、なんかそういうの食いたいのかな。今脂質が足りてないからそうやって思うのかな。でもこれといってなんかこれが食いたいとかはないんだよな。なんか誰かが食ってるのを見るといいなと思うけど、プロテインバー、そうね、プロテインバーいっぱい食べたいね。なんだろうね、あんまり今欲がないな。うまい。今日はこっからジム行って仕事して、筋トレ有酸素帰ってきて、もう一食食って終わりかな。まあ楽勝だね、寝ちゃえばいいんだもん。うん、ゆっくり風呂入ってね、ちょっとダラダラして寝たらもう次の日だしね。それ繰り返してたら気づいたらハイカーボーってなってさ、ハイカーボーでーみたいな。今はディプリートでさ、うわ辛い辛いってなってさ、まあ俺あんまりなんだろうね、辛いけど、いやマジどうしようもないぐらいやばいっていうほどでもないのね今回。だけどまあ今までだったら、まあ、ディプリート辛い辛いみたいな、早くハイカーボなってくれみたいな。で気づいたらハイカーボなるでしょ、楽しみじゃん。でハイカーボになったらなったで、いやこんなに食えないよって、ディプリートの方が楽だったって俺ね、なんかね、前もその前も言ってたんだよね、ないものねだりなんだろうけどさ。うん、まあ気づいたらもうコンテストで結果も出て、うん、どうなってるかわかんないけど、だからまああの時ああしとけばよかったとかさ思いたくないじゃん。あの時もうちょっと有酸素やっとけばよかったとかさ思いたくないからさ、うん、まあ一日一日よね。ほんともう前も言ったけど、本当に今日だけ頑張るっていう気持ちだよね。ほんと今日だけ頑張る、今日だけ頑張れ、いいんだよ。うん、いや明日になったらまた明日今日だけ頑張るって思えばいいんだよ。別にね、あと何日頑張んなきゃいけないとか思う必要ないから、今日だけ頑張ればいいんだよとりあえず。で考えたらめっちゃ気持ち楽じゃない。ごちそうさまでした、うまかった。ってことでこれから準備して気合入れて筋トレ行こうと思うんで、まあ残り5日間ねしっかりやりきるんで、応援よろしくお願いいたします。じゃあ。